場所取り任された新入社員と上野西郡を同期のあいつが部長になりあいつの朝礼をメモを取り取り奥歯を噛みしめる軽い気持ちで部下の子肩を叩いたらにっこり笑顔で主任何の用かしら人事部に呼び出されセクハラの疑いThank you.
重い荷物をあなたは背負ってる。その重さ僕に分けてください。自分を追い込んで過去だけに縛られて、あなたの後ろ姿どこか寂しい。あなたの生きる姿に励まされる人、生きる希望が湧いてくる心を太陽が照らし始め、晴れのち曇り雨、今日も歩いてく。あなたのことを涙止まらない。自分を愛そうよ僕は言うけれど、あなたの輝きは失うことはない。あなたの心は晴れ曇り雨、僕が必ず晴れにしてみせる、晴れにしてみせる。ありがとうございました。